サンマとやーべえ。皆さんこんにちは、マックスメイです。ジブリ飯の朝食といえばハウルの動き城のベーコンと卵、そしてパンだと思うんですよ。すっごくやりたかった、私の念願の一個ですね。作っていきます。作り方なんですけど、ジブリ飯をねできるだけ忠実に再現をしたいと思ったら、このスキレットの中でベーコンをドーン、卵パカパカパカだと思うんですけど、多分火が通んないんですよこれ、分厚すぎて。なのでこれを一回スライスして串で刺して、ベーコンは最初直火でいきます。こっちのスキレットは、目玉焼き専用で、で最後やっぱり雰囲気味わいたいんで直火でカリカリに焼けたベーコンをこのスキレットの上に投下して、ベーコンプラス目玉焼き、それでいただきたいと思います。じゃあこれを切りますが、こうだな、こう切るか。そのベーコンもそうやって切られるとは思ってなかったでしょ何のためのこの分厚さなんだっつって、縦だろそうだよね、こうだよね魚並みに下ろしたぞ、よいしょ。おお、じゃあこれを刺して真ん中ベーコン焼いていきます。網ない今思ったんだけど、網あるよね。網で焼く、網だったら2発一気に焼ける。確かに確かに網のことをすっかり忘れていたさっそだけで網が、うわ音がいいね。ちょっと早いですが裏返してみようか。うわっ、うわすごっ、熱っ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 、すげえいい焼き焦げ、焼き焦げ音素晴らしいね。オリーブを入れます。あらっち、すごい。これハウルだったらこの殻は下にポンってやったらカルシファーがあん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 、水投下、うわー、ベーコン投入します。サンマとやべー、そんなわけで完成。ベーコンのカリカリ感がすごい美味しそう。パン切ります。パンもカリカリにしたいですね。いただきます。まずはベーコンにかぶりつきたい。うん、やべえ、めちゃめちゃやべえ。どうしよう、やばないこのうまさ。僕はあの一つ懸念してて、そういう味付けしてないなと思ったんですけど、もうベーコンのこのベーコンはね、もう塩分たっぷりだから、はい、めちゃめちゃいいですねこれ。すっげーうまい。ちょっと網を一回撤収しちゃったんで、ちょっとパンを焼き焼き、カリカリのパン贅沢。ここにさらにベーコンを一かけでいいから乗せたい。何これ超贅沢、とんでもないことが起こってる。これは私はもうゲスト呼んだら食わせたい朝食ナンバーワンだ。本当にうめえ。ジブリ飯ダルゼーコ最高でございました。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。マックスムネチャンネルでは山での様々な企画動画配信しています。ぜひとも次の動画も見てください。さよなら。